バナメエビは、クルマエビ科に属するエビの一種。東、太平洋原産で、食用として広く漁獲、養殖されている。全長は、最大230ミリメートル、東京部長は90ミリメートル。生態は、水深72メートル以前の海洋に、チエビは、川口域に生息する。学核は、中くらいの長さで、背側に7からの10の巨子があり。 複側には2から4の巨子がある。バナメエビの原産地は、東、太平洋で、メキシコのソノラ州から、ペルー北部に至る沿岸である。年間を通して、水温摂取20度以上の海域にのみ生息する。20世紀の間、本種は、メキシコの近海漁業と沿用でのトロール量の、双方において重要であった。20世紀末には、養殖業の利用が漁獲を上回った。 養殖はパナマで捕獲された個体を使用し、1973年にフロリダで始められた。ラテンアメリカでは、本種の養殖は、水温の上がる、エルニーニョ現象に際しては生産後のピークを迎えるが、水温の下がる、ラニーニョ現象に際しては病気の影響で減少する。本種の生産後は、ホワイトスポット病、タウラ症候群、伝染性非数受付エシ症。 バキュロウイルス性中朝線エシショウ及びビブリオ族感染などの病気に感染しやすいことに制約される。このほか、急性肝水像エシショウにも感受性が高く、致死率が高い。淡水を含む低塩分の水、高密度、病気への耐性では、比較的優れ、養殖方法が確立した1990年代には中国、東南アジアを含む、 世界中で養殖が行われるようになった。2004年までに世界での本種の生産口は111万6000トンに達し、ブラックタイガーのそれを上回った。2010年にはグリーンピースインターナショナルが本種をシーフードレッドリストに加えた。グリーンピースによる理由はいくつかの国での広大なマングローブ林の破壊、エビ養殖場に供給するためのチエビの乱獲。 著しい人権侵害である。日本では、車エビの禁煙種の一つとして重視されている。東南アジアのエビ養殖業者が、養殖の対象を、ブラックタイガーからバナメエ,エビに変更するにつれ、日本での取扱い量も増加している。日本では無気味に加工して、無形エビとして流通することがある。2013年に、日本各地のホテルやレストランでバナメエ,エビを、 同じ、車エビかの、芝エビと表示して調理し、メニューに掲載していたことが、食材偽装問題時に発覚した。2020年10月に、沖縄県大宜味村の養殖場で、タイから輸入した、バナメエ,エビ約10万尾が、大量死する事件が起き、検査の結果、急性肝水増へ死傷に感染していた、ことが判明した。日本でダーソピンディの発生が判明したのは、 これが初めてであり、感染エビの処分や養殖場の消毒が行われた。ありがとうございます。